アイスはクラウドコンピューティングのコンセプトに従った Web デスクトップであり、主に PHP、XML、JavaScript で開発されている。もともとはオープンソースによる開発からスタートしたが、後にクローズド開発に転じた。2005年8月1日、アイス0.6例が最初に公開された。当時、Web オペレーティングシステムの定義を生むことに、 重大な影響を与えた。まもなく世界中の開発者のコミュニティがプロジェクトに参加し、翻訳、評価、開発によって改良を支援するようになった。2年後の2007年6月4日、アイスチームはアイス1.0を公開した。以前のバージョンに比べると、コードは完全に再構成され、ポーテージベースのウェブソフトウェア、インストールシステムアイソフトなど、 新たなウェブ技術が導入されている。さらに ICE Toolkit を使って新たなウェブアプリケーションを簡単に素早く開発できる。2007年7月2日にリリースされた ICE 1.1ではライセンスを GPL バージョン2からバージョン3に変更した。その数ヶ月後にリリースされた1.2ではマイクロソフトワードのファイルを完全に扱えるようになった。 アイス1.5からは2008年1月15日にリリースされた。Microsoft Office と OpenOffice.org の各種フォーマットをすべてサポートした。また、サーバーサイドスクリプティングにより、それらフォーマットの文章をインポートエクスポートできるようになった。2008年4月25日にリリースされたアイス1.6では、ローカルなコンピュータとの同期、 ドラッグドロップ、モバイル版など様々な改良、拡張が施された。2009年1月7日に、リリースされた ISE 1.8ラーシュでは、ファイルマネージャーを完全に書き換え、新たなサウンド API が追加された。同年4月1日に、リリースされた1.85では、デフォルトのテーマが更新され、ワープロやアドレスブックなどのアプリケーションが書き換えられた。 2011年5月にアイス2.5をリリースし、9月には有料のプロフェッショナルエディションをリリースした。その際、オープンソース版のリリースをブログで予告したが、その後、オープンソース版はリリースされていない。一方で、バージョン1系列から派生したワンクラウドやバージョン2系列から派生したアイリーフットプロジェクトが、 それぞれ GNU フェロゼネラルパブリックライセンスで公開されている。開発者向けのアイスツールキットはライブラリーの集まりであり、アイス向けのアプリケーション開発のための機能を提供する。組み込みのポーテージベースのアイソフトを使うと、アイス用の自前のリポジトリを作成でき、それを通してアプリケーションを配布できる。デスクトップの中核部分もそれ自体がアプリケーションであり、 ユーザーとやり取りする際に JavaScript を使ってサーバーコマンドを送る。Ajax を使ってアクションを実行するのでイベント情報をサーバーに送信する。するとサーバーはウィジェット描画などのタスクを XML フォーマットで送り返す。サーバー上では ICE は XML ファイルに情報を格納する。このためサーバーの構築は簡単で、 最初のユーザーのアカウント情報を以外に設定する必要がなく配備が簡単になっている。フラットファイルにあらゆる情報を格納するとそれがボトルネックとなってリソーススタベーションが起きる危険性があるがアイスでは各ユーザーの情報をそれぞれ別のファイルに格納することでそれを防いでいる。アイスコミュニティはアイスフォレムズと アイスウィキを中心に形成されており、前社は2008年4月4日には登録者が1万人に到達した。また、アイス用アプリケーションのコミュニティとして opendesktop.org がホスティングするアイス、アップスサイトとソフトピーディアがある。ありがとうございます。